私たち3人で横川女子大学の周りにある気になるお店を調べたいと思います。じゃあ行きます。やってきました。私の気になってるお店、ギャルソンです。あ、ギャルソンや。行ってみたいと思います。学校の近くやのに行ったことないわ。田中さん行ったことない。落ち着いた雰囲気やね。そうやろ。これがおすすめのサンジェルマンセットやね。このソースはホワイトソースとデミグラスソースを混ぜたオリジナルやね。めっちゃ美味しそう。私も行ってみたい。今度私が連れてったるや。竹野内さん太っ腹。ランチの後はやっぱりデザートですよね。ということで私たちが学校終わりによく来たことのあるクレープ屋さんです。では行ってみましょう。最近新しいメニューができたそうなんですけれども、アブリコパフェっていうちょっとデラックスなパフェをイメージしたクレープなんですけれども、じゃあそれを一つお願いしてもいいですか。はい、かしこまりました。生地はアブリコのイメージカラーのピンクやね。アイスとかベリーが入っててパフェみたいやろ。かわいい。お待たせしました、アブリコパフェです。どうぞ。ありがとうございます。おいしそう。今度一緒に行こう。竹野内さんよろしく。おごらへんよ。次はディナーです。串カツ丸マンの前に来ています。では早速行ってみましょう。このお店のおすすめは何ですか。串カツなのでおすすめ串っていうのがありまして、10串コース、あと15串コースっていうものと、まあ、単品で選んでいただくものもありますし、まあ、そちらの方とは脇の方と2つあります。いろいろ種類があるな。10本セットやねんで、デザート串とシャーベットもついてんねん。おいしそう。今回紹介したお店の他にもたくさんおいしいお店があります。ぜひ鳴尾に来てください。鳴るな。